減量の仕方もだいぶ分かってきて、全然大丈夫かな。前回あの、まあ、ちょっと前に公式公開練習をしたら、はい、かなり調子が良さそうだったんですが、はい、もうそれともずっと続いて試合に向かっているという。そうですね、もうあの時はまだ疲れてたんですけど、疲れもだいぶ抜けたんで、まあ、あれ以上の動きはできるかなと。今回は、まあ、一応3戦目というところなんですが、はい、大会では2回目というところですが、不思議な感じですよねでも、まあ、まだでも MMA に対する、まあ、恐怖感というのは多少はあるんですけど、でも試合となればその辺はもう忘れていつも通りやってきたのではないので、全然、まあ、打撃の試合の時のように考えると思います。前回にまた注目度が上がった、また今回の大会って結構重要な大会になると思うんですが、ご自身はどういうところで。そうですね、結構もう前の大会からこう、いろんな方に注目されるようになって、まあ、まだまだだなと思うんですけど、まあ、でもだいぶ注目度上がってきたんで、まあ、こう毎回毎回期待を超えるような試合をしなきゃいけないなっていうのは感じますよ。逆に、まあ、それはプレッシャーだったりとかは全然ないんで、いつも通りやるだけの感じです。いつも通りやるっていうと、これまだ KO の状態がいいと思う。そうですね、もう最初から KO を狙いに、倒せるところがあったらもうすぐ狙いに行く感じです。ありがとうございます。他に質問あることいらっしゃいますか。大丈夫ですか。どういう、技というか、はい、で倒そうというのはイメージはもうできてます。そうですね、まあ腹はでもこう一応、まあ、何でも倒せるように練習してきてるんで、下の技これだけしかないっていうのじゃなくて、どの技でも倒せるっていう練習をしてきてるんで、空いてればそこで狙うって感じで、何が来ても大丈夫かなっていうのがあります。減量のやり方が分かってきたと言われてましたけども、はいはい、例えば取り入れてる方法とか工夫してることとかってあるんですか。そうですね、こう前は結構体重が自分軽かったんで、あんまりいろいろこうこれやったりこれやったりとかなかったんですけど、最近はこう総合の練習も始めて体も大きくなってきたんで、いろいろこういつまでこういうの食べるとか、いつまでサプリ取ってとかっていうのを考えてやるようになりました。食べてるものはどんなものですか。まあ基本、まあ、サラダとか、まあ、タンパク質とか、カロリーが高いものですかね。なんですか、食べる量が少なくて、カロリーを大きく取れるようにっていう、普通の格闘家、皆さんやってると思うんですけど、そんな感じですよ。カロリーが多い？多い、そうですね。少ない、はい、なんかまだ曖昧なんですよ。すみません。はい、神隠しちゃって、ごめんなさい、申し訳ございません。すいません、はい、使わぬことなんですけど、はい、その髪の毛の色は高速的には大丈夫ですか。高速的には引っかからりはしないんですけど、その見ても大丈夫なんですけど、さすがにやりすぎじゃないかなっていうのは自分の中ではあるんで、はい、ちょっと先生と交渉しようかなと思います。じゃあもし先生にダメって言ったら、ダメって言われたらすごく苦労します。でも全然染みなかったんですよ。その時染みなくて、やりすぎちゃった、やりすぎてっていうか根元まで染めてないんで、はい、また関係ないですけど、ね、え、自分でやったんですか。いや、ビデオの上に、はい、時間はかかったんですか。時間かかりました、2時間ちょいかかりました。
すごいハードなんですけど、でもこう注目されるんで、せっかくなんで跳ねやろうと。これ質問あるか、多分ヒースヒーリングも髪の毛にそうなんですよ、あの勝てるじゃないか。 ありますね、それはこう最初緑にしようかなと思ったんですけど、あ、ヒースヒーリング緑じゃんと思って、青っぽくして、で、ここにちょっとメッシュ入れて勝てるじゃないか。他大丈夫でしょうか。先ほどの MMM の強化が、まあ、少し続けていくというお話をされてますけど、最近どういった部分で強化というか。そうですね、まあ、距離が分かってきたりとか、あとはこう寝技の展開になっても焦らずにこう落ち着いて戦えるようになってきたかなっていうのが一番大きなポイントですかね。皆さんの MMA の練習をしている中で、まあ、どうもずっと MMA をやった選手とやることで、まあ、決められたりとか、まあ、そうですね、決められ、最近も決められ、あんま決められなくもなりましたし、あとは前回の試合は本当に10回ぐらいの練習で MMA 出たので、そこはすごい恐怖があったんですけど、今はもうずっと練習をこう積み重ねてきたので、まあ、そこのやっぱ練習すればこう安心感が出るというか、練習量で強化がなくなってきたかなっていうのが大きいです。実戦のスパーリングというのは実際何回ぐらいですか。スパーリングはでも、まあ、大きいではないですけど、でもこう相手と組み合ってやるっていうのはもうだいぶ、まあ、2月のアムラク選手の試合が終わってからもずっとやり続けてきたって感じですね。これ大丈夫でしょうか。大丈夫でした。最後に写真撮影をお願いします。